なんでこんな気持ちになるの。塩さんのこと本気なのか。あの二人なんか怪しくて。私はね、添い寝屋として君を呼んだの。添い寝、中心しましょう。なんであんなことしたんだろう。俺たちの平行線の関係終わりにしませんか。